皆さんこんにちは。ペットリフォームのセラフ榎本です。今回はポメラニアンについてご紹介させていただきます。ポメラニアンという犬種名は、先祖が牧羊犬として繁殖されていたポメラニア地方に由来します。国によっては世界最小のスピッツとして知られているそうです。ポメラニアンの特徴は、何といっても小さな体にタンポポの綿毛のようにふさふさとした紐がモフモフしてて気持ちよさそうですよね。賢くて元気で人と一緒にいるのを好み、飼い主にひたむきな愛情を注ぎます。しかし、わがままにさせないためにも思いやりを持ちつつ毅然な態度が必要になります。注意しなくていけないことがあります。小型犬にしては驚くほど動きが速いため、自由に走り回せるときは注意してください。大きな事故につながります。モフモフの紐は 2,3 日ごとにブラッシングが必要になります。いつまでも可愛らしい子でいてもらうためにはお手入れは必須ですね。ペットリフォームのご相談、お見積もりはセラフへのもとにご用命いただきますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。最後までご視聴いただきありがとうございます。